ニュースポストセブンです。東京ディズニーシーに新たに誕生したアナと雪の女王のエリア、そこで流れるアナの声が神田沙也加さんの声ではないかという噂が広がっています。ファンがざわついたのがアナがメインで歌う劇中歌扉開けてが流れるシーン。アトラクション用にショートバージョンになっており、歌詞もアレンジされているそうです。沙也加さんのファンはまさかアナの新しいセリフに出会えるとは思わず、突然の出来事に涙が溢れてしまいましたとコメント。今回の件についてオリエンタルランド側は情報を開示していませんが、中川翔子さんは自身の YouTube で神田さんの最後の肉声ではないかと指摘しています。ニュースポストセブン。